こんにちは。清水藤枝応援おじさんです。今回は、明治安田 J2 リーグ第4節、藤枝マイ FCVS ファジアの岡山のプレビュー的なことをちょっとやっていきたいと思います。はい、藤枝マイ FC、現在3試合を終えて、2敗1分けで勝ち点1の19位となっていて、 まだ得点が生まれてないんですよね。得点がゼロで失点が五という、ちょっと厳しめな状況です。今節、岡山さんから得点奪って、失恋勝利も奪ってですね、えー今。今期初勝利と初得点を成し遂げてもらいたいと思います。藤枝のところ、超攻撃的スタイルを、今節も、まあ、引き続き続けていくと思うんですけど。 え攻撃陣、特に矢村選手、朝倉選手、中川和樹選手には攻めの圧力をさらに強めていってほしいと思いますえボ。ボール持ち込んでですね、時、え、折、ー、まあ自らミドル打っていくっていうですね、そういうスタイル、そういう姿勢を、まあ、積極的姿勢も見せてほしいところです。ただ、藤枝、現在得点ゼロということで。 まだ3試合しかしてないんですけどちょっと厳しめな状況ですよね昨年振り返ってみてこういう厳しめな状況の時にどういった選手が得点していたかというと3列目以降の選手が得点決めてくれていたようなそんな印象がありますコーナーキックやあと攻撃陣が押し込んでゴールポストやあと相手ディフェンダーに当たって えこぼれてきたこぼれ球を久富選手や鈴木翔太選手そして小笠原選手が決めていってくれたようなそんな記憶があるんで今季節もですね得点の鍵はもしかしたら3列目以降の選手が鍵を握っているかもしれません。えー、あとと前節ですねウェンデルル選手のの高さだとかボールの のキープ力がちょっと期待でできたんでウェンデル選手や、あと、まあ、こういった久留米選手、野本選手、鈴木選手、中川総選手に期待を持,って持ちたいと思います。まあ、梶川選手や西谷選手が決めてくれてもいいんですけど、とにかくまあ前の3人の攻撃順に加えてあと3列目以降の選手の取得点を期待したいところであります。現時点でではあるんですけど首位の速攻を 来る岡山さんを迎えるにあたり基本超攻撃的スタイルではなくちょっと引いたミドルブロックを引いて、まあ、チャンスを作った時に畳みかけるような高速カウンターなどのですね攻撃スタイルを狙ってみてもいいんじゃないのかなと思ってみたりするんですけど、まあ、その辺は須藤監督次第だもんですからどのように戦っていくのかは分かりませんけどまた。 超攻撃的スタイルを貫くと思うんですけど、まあ、相手に合わせた戦い方をしてもいいんじゃないのかなと、まあ、ちょっと思ってみたりもしていますで次にですね現在、首位の県主速攻誇る岡山さん見ていきたいと思うんですが現在3試合終えて2勝1分けで勝ち点7の1位となっております得点が5で失点が1となっていて、まあ、得点が体力得点を1試合目のところでしていて失点も本当少ないですね。はいで 堅守速攻という形でトップのグレイストン選手にボールを集める攻めのベースで、まあ、試合戦ってくると思いますそしてちょっとこういった赤線引いてあると選手のところに注意したいところなんですけど、まあ、木村選手のドブリブルのスピードが本当に驚異であと裏抜けも優れているなと思ったりとかです、ね、あと矢渕選手の仕掛けや突破力がです、ね、脅威だったりします。またゲームメイクは えー、ボランチの藤田伊吹選手が、まあ、見事に、まあ、巧みな試合運びをしてくるもんですから、こういったですね木村選手、藤田選手、矢薮選手が脅威で、であと末、まあ、吉選手だとか柳選手もですね意外と、えー、痛いところついてくるんで、まあ、怖いチームではあるんですけど、まあ、こういった選手に注意しながら戦っていってほしいところです。あと この間の岡山さんの試合やハイライトを見てきてですね、コーナーキックが非常に強いなという印象があります。ここ3試合のうち5得点しているんですが、そのうち3点がコーナーキックから、コーナーキックから生まれているんで、もしコーナーキックを与えてしまった場合ですね、本当にディフェンス、守備でちょっと要注意となってますんで、その辺、藤枝前布イレブンには気をつけていただきたいものです。 はい、あと守りもです、ね、なかなか固くブローダーゼン選手、ゴールキーパーブローダーゼン選手をはじめとする安倍選手、田上選手だったか田上選手だったか鈴木選手の守りも固かったりしますのでこの守りをいかに切り崩していくかということも、えー、課題になるかなと思います。はいはい、とにかくです、ね、この岡山さんに、えー、勝ってぜひ勝ち点3、今季初勝利、今季初得点をもぎ取って、えー、藤枝。 行きましょう。はいというわけで今回は明治安田 J2 リーグ第4節藤枝 MFCVS ファジアの岡山のプレビュー的なことを語ってみました。最後までご視聴いただいた方々ご視聴ありがとうございました。